ハッピーニューイヤーあ、ニューイヤーじゃないですかすみません。ハッピーメリークリスマス。すいません。はい、ナミさん、えーけあの、お申し込みありがとうございます。いつも、いつも、いつもありがとうございます。はい、いやナミさんがまさかこれ申し込んでいただけるとは思わなかったんですけど、いつも本当はありがとうございます。まあ、今回ですね、あのまあ、久しぶりに僕あの、セミナー映像ではなくて教材っていうことで、まあ、作ったんですけど、 あのナミさん YouTube やってるんで、うん、これめっちゃいいと思いますようんはい、まあ、かなりいろんなエッセンスをまた吸収できるんじゃないかなと思いますであとはまあ今回の 3N アフリエイトはまあポータルサイトも今作ったのであのー、来年にはポータルサイトもご案内させていただきますんでそちらの方でまあちょっと細分化してテキストも入れてあのもっと分かりやすくちょっと教材をアップデートしようと思ってますんで ご期待ください今現状として223校も講義ありますけど、まあ、それだけでもかなり多分今まで考え,つな考えつかなかったような視点がいろいろと学べるんではないでしょうか、はい、是非実践してみてください、はい、であとはまあ来年からですねコピーライティング道場の方もやってきますんでその時はよろしくお願いします僕もですね今もうファイナルなんでどうしようかな いいいいろろと構想してる状況でございます毎日、はい、もう最後なんで、まあ、あの同情生の方にはですね、うん、あの本当に文章書けるようになってほしいんで、まあ、今回そのセールスレター久しぶりに50ページぐらいまあまあちょっと長いの書きましたけど、えー、今回キャンペーンのレターですね、うん、ただまあ今回のレターのまあ良くなかったところとしてはまあそのお客さんの得たい結果ですよね 得たい結果をちょっともうちょっと書けばよかったかなっていうちょっとあんまりねその煽るのがあんまりもう,もういいかなっていうところなんで <laughs> まあもうちょっとあの来年はですねあのレターを HTML バージョンにしてもうちょっと、えー、進化させようと思ってます、はい、僕も来年はね頑張ってレターちょっと作っていこうかなと思ってますんで、うん、まあ奈美さんはもう商品も作れるしセミナーもできるんで えー、あとはそれを販売するページ、まあ、レター、まあ、PDF でも、僕まあほとんど今年 PDF だったんですけど、PDF でも全然いけますんで、うん、ただそっちはそっちで、まあ、今回は今回ということなんですけど、はいろいろと収益モデルはあった方がいいと思うんで、内容より変わった方がいいんで、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、まあ、今回のエッセンス、本当 YouTube はですね、僕も相当やってるんで、 うん相当見てきてますし相当やってるんでだいぶありますよだいぶある <laughs> まあ顔出してね僕の場合は顔出ししていろいろやってますけど、まあ、最近新しい試みとして、まあ、カスタムサムネイルもちょっと入れ始めましたけどいろいろとこれからもテストして、えー、そのテスト結果とかねそういうのも 3N アフリエイトの方に入れておこうと思います今現状としても追加したいノウハウが4つぐらいあります これあんまりちょっと追加すると1ページ目で1ページでぶわーってなっちゃうんでちょっとポータルサイト化した時にまたコンテンツ追加していこうかなと思ってますんでこうご期待ください,、はい。ということでえっ、ー、と世間ではですねクリスマスで盛り上がってるのか分かんないんですけど相変わらずございます。まあ僕毎回ね毎年僕クリスマス1人なんですけど、まあ、仕事してますよね。 まあ以前ナミさんがみんなが休んでる時休めないなんて嫌だみたいに言ってたんですけどま,あまさにその通りかなと思いますけどまあ僕はまあ仕事が遊び遊びが仕事みたいな感じでやってるんでまあ別にいいんですけどねだからまあナミさんも今までいろいろとこう勉強されてきていろいろなことやってると思うんですけどまあ2018年はぜひともですねあの本当ネットからちゃんとこうある程度収益がこう安定的に上がるように。 もうだいぶ勉強してると思うんで、うん、あととはももうう本当ににそれを形にしていくことですよねもうある程度知識もあるし勉強してきたしマインドもあるし発信もできるしじゃあそれを、えー、しっかりと仕組み化するというか、うん、点と点点と点をいろいろやってきたと思うんでこの点と点をうまくこう組み合わせていくっていう。 作業を2018年やっていただければなと思いますで今回 3&、N、アフリートはまあその点と点をつなげる上での一つの、えー、スパイスになるんじゃないかなと思います。はい、ということで、えー、今年は大変お世話になりました来年も引き続きこの調子で頑張っていきたいと思いますので,で来年はですね新潟、はい、来年はこそは行 <laughs> く行く詐欺なんですけど行く行く詐欺してますけど。 来年はさすがにちょっと新潟ねあの全国セミナー僕ちょっと今年で3都道三県しか回ってないんで来年はちょっとね本格的にちょっと回っていかんとあかんなっていうことでまあ今新潟多分雪降ってると思いますけどうん雪が止んで暖かくなった頃あたりに東北東北ちょっと攻めて北海道も今回は車で行こうと思ってるんで東北北海道 ちょっと車で行きますんでその時はよろししくお願いいたします是非、はいで,えー、ですね今回の商品見ていただいてあとわからない点とか、まあ、の専用のお対挿ホフォーム作ってますのでわからない点とか、えー、もうちょっとここは聞きたいですっていうところあればグイグイとグイグイとツッコミを入れていただければなと思います専用のお対挿ホフォームありますんでグイグイとツッコミを入れてくださいはいではですね、えー、終わりたいと思いますいつも ありがとうございます。